こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのかわちゃんです。この度ウルトラゾーンからワイヤレス製品3機種が登場いたしました。ついにね、ウルトラゾーンも、ワイヤレスオーディオ産業に、参入、本格参入ということで、話題の製品でございます。その3つの製品がウルトラゾーンラピス。ラピスはノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホンです。で、お次がイーザル。イーザルはノイズキャンセリング搭載の、ワイヤレスヘッドホンで、今回ご紹介させていただくメテオ1。メテオ1がですね、ワイヤレス Bluetooth ゲーミングヘッドセットでございます。それがこちら。まさかね、ウルトラゾーンがゲーミングヘッドセットを発売するとは思わなかったんですけども、ということで、まあ、びっくりの製品でございます。3つの製品すべてウルトラゾーン初のカテゴリーの製品ということで、まあ、ご注目されているお客様も多いのではないでしょうか。ということで、今回はですね、発売された、ワイヤレス製品3機種をシリーズで、3つに分けてご紹介させていただこうと思います。で、今回は3本目ラストですね、ラストとなる、シリーズ第3弾、ウルトラゾーンメテオ1をご紹介させていただきます。こちらが、イヤホンウェブ本店価格で 25,180 円の商品でございます。エスロジックテクノロジーと高品質低遅延のタクティカルモードを搭載したブランド初となる Bluetooth ワイヤレスゲーミングヘッドセットでございます。まずウルトラゾーンというブランドについてなんですけども、ウルトラゾーンは1991年成立のドイツに、拠点を置く、オーディオブランドでございます。ヘッドホンが主力の製品で、まあ、どちらかというと個性的な音質が特徴のブランドとなっております。高級ヘッドホンも手掛けていて、フラグシップシリーズのエディションシリーズをなんと50万円近い製品も手掛けております。ハイエンド機種を、開発する際に培った知見や、技術を、こういったゲーミングヘッドセットにも投入しているといった認識ですね。心臓部となるドライバーには 40mm マイラーダイナミックドライバーが搭載されております。マイラードライバーは、まあ、実はウルトラゾーンが得意とするドライバーの素材で、まあ、上位機種のシグネチャーシリーズなどにも搭載されています。滑らかで低歪みな音質が特徴の、ドライバーとのことです。こちらの製品、タクティカルモードと呼ばれる独自の低遅延技術を搭載しております。Bluetooth 接続なんですけども、まあ、AAC や SBC のような、コーデックでも、コーデックに依存せず約30ミリセカンドの、低遅延を実現しているのがポイントとなっております。なんでそのアポト X ローレイテンシーとかを、要求しないんで、本当に iPhone でも、スイッチとかでも、30ミリの低遅延で、音を聞けるという、プラットフォームを選ばないというのが特徴の製品となっております。で、早速こちら、音質聞いてみたんですけども、音質の傾向はですね、まあ、ゲーミングヘッドセットの中ではかなりマイルドな味付けが特徴の製品と思いました。低域のブーストは控えめで、ややタイトな。ゲーミングヘッドセットの中では、まあ、少し柔らかくて、まあ、聞き疲れしにくいチューニングが施されているなと感じました。まあ、ゲーム内の効果音は、まあ、くっきりと分離して、まあ、足音とか銃声などしっかりとこうハイライトされて、まあ、聞き分けができる一方で、エッジがそこまで立ってないので、まあ、きつさがないというのが特徴になっております。なんでも長時間ゲームした時にちょっとこう効果が出てくるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、聞き疲れが出にくそうかなと思います。なんで、まあ、長時間ゲームされる方もおすすめの音質となっております。テオ1の大きな特徴がやっぱり音の広がりですね。まあ、かなり独特で、普通ヘッドホンやイヤホンってこう頭の中で音が鳴っているような、いわゆる頭内低位というのが、特徴となっているんですけども、メテオ1もウルトラゾーンのヘッドホンと同じく、こう前方からこう斜め前方向の音の表現がとても上手で、今までのゲーミングヘッドセットにはないような軽めの前方低位が特徴となっております。で、まあ、スピーカーとヘッドホンリスニングの中間のような聞き心地が大きな特徴となっております。一方で、まあ、FPS やレースゲームで遊んだ時に感じたのが、まあ、メテオ1は後ろ方向の音の、再現も得意で、背後から鳴っている音もしっかりと判別しやすい味付けになっていると感じました。また、アプト X LL 並みの、30ミリセカンドの、低遅延
を実現しているタクティカルモードの効果はかなり絶大で、まあ、通常のゲームなら何らストレスなくお楽しみいただけると思います。タクティカルモードがですね、電源オンの状態で音量のプラスボタンとマイナスボタンを同時押すると、中でアナウンスが鳴って有効化と無効化の切り替えが可能となっております。タクティカルモードから通常に戻すとやっぱりこうゲームした際タイミングのズレや、まあ、リップシンクのズレをどうしても感じてしまったので、まあ、差が大きいですね。遅延のタクティカルモードを有効にした状態で音ゲーでちょっと遊んでみたんですけども、まあ、音に合わせてノーツを叩くと、まあ、若干のズレは感じるんですけども、まあ普通に遊べるレベルちゃうかなと思います。まあ、かなり上級プレイヤーじゃない限り、まあ、快適に音ゲーも遊んでいただけるんじゃないかなと思いました。まあ、そういった低遅延が売りのゲーミングヘッドセットとなっております。あとゲーミングヘッドセットの中ではかなり素直なチューニングの音質なので音楽のリスニングにも全然お使いいただける製品に感じました。全体的な音のバランスは、まあ、弱めのドンシャリで、まあ、ちょっとこうメリハリとマイルドさを両立した音質となっております。こちらも長時間聴いていただいた際も気疲れがしにくい音質になっているので、まあ、そのゲームの合間のちょっとしたリスニングにも十分お使いいただける製品に感じます。ちょっとこうシンプルなデザインが特徴となっております。イヤーパッドは、おなじみのプロテインレザーを採用しています。こちらは上位機種のシグネチャーシリーズにも採用されている素材でしっとりと柔らかい触り心地が特徴となっております。実際に装着して思ったんですけども、装着感はかなり軽めで締め付け感も少ないのが特徴に感じました。プロテインレザーですね、もう本当に触り心地が良くてこう装着した際も耳当たりがいいのが、特徴となっております。あとこちらのワイヤレスゲーミングヘッドセット、折りたたみが可能でまずこちらのマイク、脱着式でパカッと外れます。コンパクトに折りたたむことが可能となっております。あとこんな感じのしっかりとしたケースが付属していて、こんな感じでケースの中にポンと入れていただくと簡単に持ち運びすることが可能となっております。なんでまあその出張先とか出先でお使いいただけるときにも便利な製品に感じました。お次は S ロジックについてですね、特有の、自然でスピーカーに聞いているリスニングフィールに近い定位感を実現するのが、独自テクノロジーの S ロジックでございます。まあ、どういった技術かと、ご紹介させていただくと、まあ、従来のヘッドホンはですね、こう耳の穴に対して鼓膜の軸上ですね、耳の横でこうドライバーが鳴っていて、その鳴ったドライバーがそのまま耳の穴に入って音が聞こえるような、仕組みになっております。まあ、こういった方式はですね、まあ、音像が頭の中で集まるようにイメージされて、まあ、いわゆるこう頭の中で 音が鳴っている頭内定位ってやつが特徴となっております。なんで、まあ、普段スピーカーとかコンサートとかで聞く前から音が鳴っているような感覚とは異なる鳴り方になってます。一方で S ロジックの特徴が、音の発音源であるドライバーを鼓膜の軸上から意図的に外したところに、設置することで、ドライバーから出た音が一旦こう外耳に反射して耳の中に入るというのが S ロジックの大きな特徴となっております。でこの一旦、外耳に反射されて耳の中に入るっていうのが、まあ、普段その自然な環境で、人が音を聞くのと同じような、鳴り方になっていて、先ほど、申し上げたように頭の中ではなく少し外れて頭から外れてちょっと前から音が鳴っているような感覚はこの S ロジックのおかげなんですね。ゲーミングヘッドセットでよくあるソフトウェア処理のサラウンド機能、 3D サラウンド機能とは異なっていて、物理的な機構で、アコースティックな機構で再現しているので、まあ、音像が正確でかつピンポイントな定位感が特徴になっております。取り外し可能なデタッチャブルブームバイクを搭載しております。ブームバイクの他にもこのヘッドホン内にも実はね、マイクを内蔵していて、まあ、通常のワイヤレスヘッドホンとしてお使いいただく際にも通話が可能な製品となっております。マイク部分はですね、CVC8.0 のマイク用のノイズキャンセリング技術が搭載されているので、かなりクリアな音質が、特徴となっているようですね。こちら、ブームマイクを使って音声を録音してるんですけども、ほんとこう通話する際にね、すごいクリアな音声が
届けできるというのが特徴なんで、まあ、ボイスチャットとかされる際も快適にお使いいただけるんじゃないかなと思います。長時間つけていても疲れないんで、テレワークにも最適かなと思いました。お次は、マイクを外した状態で録音してるんですけども、マイクを外した状態でもね、結構音いいんですよね。なんで、まあその、マイクを外して、普通のワイヤレスヘッドホンとしてお使いいただく際も、快適にお使いいただけるっていうのが特徴の、ゲーミングヘッドセットになっております。次は付属品のご紹介をさせていただきます。充電用の USB Type-C と Type-A ケーブルが付属いたします。2つ目は先ほどご紹介した脱着式のマイクです。あとこちら、有線接続にも対応してて、こちら有線接続用のデタッチャブルの、取り外しができる、ブームマイクが付属しております。あとはご紹介先ほどしたケースが付くのと、パッケージはこんなシンプルな感じのパッケージに、中に入っております。ワイヤレス接続、連続再生が、15時間再生が可能となっているので、かなり長い時間をお使いいただけるのもポイントとなっております。充電がなくなった際も、有線接続でお楽しみいただけるというのが特徴となっております。また充電時間は約2時間で充電いただけるので、まあ、ね、パパッと充電ができるのも大きな特徴です。ハウジング部分に LED を搭載されているんですけども、この電源ボタンをダブルクリックすると、ライトエフェクトのオンとオフが可能となっております。で、電源ボタンをクリックすると、こう光り方をね、いろいろ好みに応じて変えれるというのが特徴となっております。なんで、まあ、ゲーミングヘッドセットらしいギミックですよね、発光するのが。IP54 の防塵防水規格に対応しているので、まあ、汗かいた際も外でも安心してお使いいただけるというのが特徴となっております。こちらのゲーミングヘッドセットですね、イヤホン全店で視聴器を補充しているので、ぜひ一度試しください。以上、最後まで見ていただいてありがとうございました。イヤホンヘッドホン専門店、イヤホンの PR スタッフの川ちゃんがお送りいたしました。バイバーイ。